どうも皆さん、ライジンの俺です。アイスのこれに限ろうと思います。もう僕はライジンホームなんで、で気持ちが最近さらにすごい強くなったんですよ。うんうん、高木橋社長とも最近ね、よく密に打ち合わせをしてるから、そうですね、あの2人で悪いことをしようかなっていうちょっとその悪いことのスケールがちょっとこうドキドキするけどね、なんかこう誇りをこうすごく感じてきて、うんうん、僕やっぱ K1 抜けて誰も大人がいない状態で一人で本当ライジンの事務所とか会見場とか一人で行っていろんなライジンの人だと人間関係作ってきたじゃないですか。そうだね、そうだね。3年ぐらいかけて、で誰も選手俺以外呼ばれてないライジン細かい飲み会とかこう呼んでもらえて、うん、これ僕の人間力だなとは思うんですけど誇りがあるんですよ、ライジンに対して。はい、これもう還元を大晦日したいなっていう感じ、はい、で今日ははい、皆さん多分ご存知の方も多いと思うんですけど、ライジンのスポンサーをやるという、はい、でスポンサー、はい、フェデルタさんのレン君のパンツのメインスポンサーさんで、そうですね、試合決まったんであんまりこういう動画プロモーション的な感じで、はい、やったことないんで、ちゃんと、はい、仕事をしないといけないなっていうので、なんかやっぱ25歳を迎えてこうちょっと大人になったよね。そうです、だから闇期を経て本当うつ病、あのでかいうつ病あって、あれでいろんなこと考えてやっぱ格闘技は大好きで、ライジンをこう盛り上げたいなっていう、今もそれ気持ちがやっぱ強いんで、だから仕事しないとなってなんか真剣になんか男になった感じがあってこう真面目にね仕事しに来ました、はい、ちゃんと試合のご挨拶を、そうです、ちゃんとして生きてます。ちょっと勝手に撮ってるからいいか分かんないもう入ろうか、それは入りますか、失礼します。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょうど読んでました、いい本読んでましたしかもたまたまめくったページが、坂倉さんがカレーの切れ目は縁の切れ目という書いてあるんですけど、深いこと書いてある。座ってください。ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。だいぶここで会うのも珍しいですね。なんかちょっと緊張しますね。なんかこういうとこで何どういう風に喋ったりなるのか、オフィス慣れしてないじゃないですか。確かに、はい、確かに、そうですね、年末試合、はい、決まったんで、はい、もう SNS ではちょっとなんとなく、まあ、はいはいはい、本当に聞いてないんで分かんないんですけど、はい、まあヤーマンと、はい、ヤーマンですか、はい、ヤーマンと MMA で、はい、やります。なんかあのファイトクラブでなんかいろいろありましたもんね。まあそうですね、ほんとこう覚悟の違いを見せたいなっていうか、俺あんなにあんなやつにあいつにだけは負けたくないなってでお話来た時も乗っかるか乗っからないか、はい、考えたんですけど、はい、そのあのストーリー、はい、これ本当あいつぶっ飛ばしてスッキリさせるの俺しかいないかなと、はいはい、まあ、ちょっと出場決めたんですけど、まあ、すごい過去一気合入ってるんで、はい、まあ、お店は楽しみにしといてます。あ、めちゃくちゃ楽しみにしてます。はい、はい、いつぐらいに決まったんですか。昨日、おととい、とか。なんかあの交渉入ったんですか、その体重とか。あ、そうですね、交渉ずっとしてて。ヤマンさんの方がちょっとちっちゃいんですか。ちっちゃいと思うんですけど、多分朝から試合見た感じ、多分全然普段こう多分肉ついてる感じなんで、割と取ってんのかなっていう。落とせばみたいな感じですか。朝からミクルとは70キロやってるんですよ。はいはいはい、はい。で僕ずっと70でやろう、絶対やらないって分かってたんで、はい、そしたら向こうが、まあ、多分70を言い訳にして試合しないようにしてきたんで、はいはいはい、絶対そうなるなと思ったんで、はい、減量してたんですよ、はいはいはい、で寸前でやっぱ66でいいですよって言って、はい、向こうは多分焦ってると思うんですけど、はい、あ逆に、はい、はいはいはい、多分向こうやるつもりでいくじゃん、準備も何もなく、はい、多分飲み屋でしたんで。あ、そうなんです。飲み屋で行ってたんですか。はい、ここはあえてなんか歌舞伎町の写真、はい、もうやらない流れにしといてやったろうと思ったんで、はいはい、レーザーセットをするこれぞあと今日あの、ね、年末あのチームなんですよ、はい、チームで、はい、ジョーとタツキも出場決まったんで。あ、そうなんですか。はい、え、ジョー有志とやり、え、マジか。え、あれその篠塚さんは富澤とやります。あ、そうなんですか。はい、え、めっちゃ面白いじゃん。だから日曜日会見全員でパッて出るんで、はい、日曜日来られないですか会見。あ、行きたいです、行きたいです。ぜひもうそこにアンポも多分俺らのみたいな感じで、はい、はい、そうなんですか。チーム平本の下目みたいな感じで、はい、もうアンポは手なずけました手なずけ、はい、飲もうやっつって来ますから、はい、久保とやるんですけど、はい、最初俺と社長で口説いたやつ MMA やるって、はいはいはい、決心したんですよ、はい、けど周りに
止められまくってミックス誰かを結局ミックスで決まるんですかね。でも社長はミックスだったらキックでいいって言ってるから、もしかしたらキックになるかもしれない。だから会見中に10日お前 MMA やれよってまた逆に仲間だと思わずといてえそれはお前やれよって言おうか言ってたじゃん言ってたやん言ってたやんってお前突然の裏切りでお前やるって言ったじゃんってあでも SNS で見ましたよ、社長真ん中で3人あ、はいはい、あの日に、はいはい、サプライズでいきなり社長で、はい、来るって言ったんですよ、はい、社長がで、あいつ速攻やりますってあいつも覚悟を決めたんですけどあんまりにも周りに反対されるみたいなでこれあんま見てんだろお前今すぐ MMA やれまあでもなんか朝倉さん別に僕ファンとかじゃないですけど、はい、なんか負けるとちょっとなんか悲しかったりするんですよね、はいはいはい、僕ヤーマンとの試合の時ショックですぐ会場出ました、ね、そう、それも動画出たショック受けちゃいましたね、はい、だからなんか、ね、なんかありますよね。自分と朝倉未来でこう作り上げてきた一緒に共鳴してた部分って多分お互いあったと思うんで、はいはいはい、それが一気にこうパーンって、はいはいはい、この野郎と思って、はい、でこんなやつにぶち壊されるんだよと思って、はいはい、こうもういろんなフラストレーションたまったらこう帰って、はいはいはい、戦友みたいなのもありますもんね。まあそうっすね、はい、ただなんかお前は俺の物語いらねえんだよって感じで出てきたんで打ちのめしたいなって。超楽しみですね。全勝したいですね、はい、キックボクサーとしてデビューしてなんか僕的にもなんかストーリー感じで、はい、大晦日 MMA デビューして、まあ、MMA 戦略受けて今度は大晦日でキックボクサーをあー確かに迎え撃つってなんかこう自分の中で結構いいストーリーだなって、はいはい、いろんなもんの葛藤を含めて確かにもう3年前ぐらいですかね、はい、ぶっ飛ばしてやろうと、はい、絶対何があんでも勝ちに行きたいと思います。であのぜひ祝勝会はあの歌舞伎町あ確かにみんなで全勝して、ね、全勝してちょっとそこでみんなでお祝いをさせてもらって。アンコ読みますか。アンコさんとかあいつ面白いですからね多分。いやアンコさんとか面白いですよ。いい人そうです。いやいいやつです。いいやつです、はい、面白いですあいつ。そうですよ、ね、なんか最初社長もヤーマン俺じゃなくてアンポとやらせようとしたら、はい、ヤーマン側が絶対アンポとかやりたくないんでやっぱまあキックルールだったら勝てないじゃないですか、うんうん、まあまあそうですね。本当に逃げるとこ逃げやがってっていう感じでやるしかないなと思ったんで、もともと別の相手決まってたじゃないですか、はい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 、でもまあもうここで切り替えていいやと。いやでもなんか僕は好きですけどね MMA で今回の方が乗れるかなっていう、はい、そうですね、はい、ストーリーもあるんで、そうですね、はい、私みんなのフラストレーション溜まってると思うんで爆発させたいです、はい、勝利を願って書きます。毎日ガンをかけていただければ、はい、もちろんもうはいはいありがとうございます。そうです、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ年末よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。日曜日会見場で、あ、はい、会見場でお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。